皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。災害史解説シリーズ、今回のテーマはこちら。福井地震、聞いたことはあるけど、詳しくは知らないな。実はだいぶ前からリクエストをいただいていたんだけど、ようやく取り上げることができました。福井地震の発生は昭和23年。昭和の南海トラフ地震に前後して、鳥取地震、三河地震などの直下型地震が発生しており、直接の因果関係には議論があるものの、そうした一連の大地震の最後に発生したのが、福井地震となるよ。昭和20年7月19日、終戦の約1ヶ月前、福井市はテニアン島を出撃した127機の B-29 による空襲を受けた。これによって福井市は市街地の 95% が焼き尽くされ、1576人が死亡し、罹災世帯は市全体の 85.6% にもなった。一度の空襲で壊滅的な被害になってしまったんだな。終戦後の福井市では、徐々に疎開先から戻り、生活を再建する人々が増えていった。焼け跡では粗末なバラックが建てられていたが、福井は豪雪地帯ということもあり、再建された家屋の半数が本建築だったとも記録されている。また、福井県は林業が盛んで建材が地元で供給でき、繊維産業も盛んで市民の資金力も高かったことで、他に比べて復興のスピードが速いと GHQ の報告にも述べられている。戦災から1年後の昭和21年6月の調査では、バラックは再建住宅全体の 26% に過ぎなかった。戦後数年はバラック住宅のイメージだけど、福井の復興は本当に早かったんだな。終戦後、全国の戦災都市では復興に伴う都市計画が策定されていった。名古屋市の都市計画などは有名だな。福井市においても同様で、熊谷田三郎市長はこのように述懐している。都市計画は都市文化の根幹である。都市計画を行わずして都市文化の興揚は望み得ない。政府の方針を対して都市計画の完成に努力し、文化都市福井の実現を図ることによって、郷土の復興に寄与し、これを通じて祖国の再建に資したいと考えた。熊谷市長は精力的に戦災復興の都市計画立案に取り組んだが、次々建てられる再建住宅のうち、道路用地などに突出された用意点家屋が全体の3分の1近い4500戸にも達していた。民間の復興の速さが都市計画の進展より早かったために、衝突が起きてしまったんだな。そこで土地区画整理事業の第一歩として、昭和23年6月26日、用意点家屋200戸に対し、最初の移転命令が発令された。福井市の復興都市計画に基づき、用意点家屋へ最初の移転命令が出された2日後、昭和23年6月28日午後5時15分、福井平野全体を揺るがす、マグニチュード 7.1 の強烈な揺れが発生した。震源は福井平野東側を走る福井地震断層及び福井東側地震断層とされているが、福井平野に堆積した分厚い中積層のために、濃尾地震のように断層面が地上に出ることはなかった。正確な震源については議論が続いているんだな。福井平野の中積層は九頭竜川と、その支流の日野川、阿諏訪川などからの土砂によって形成されており、この軟弱地盤が福井平野全体に甚大な被害をもたらすことになった。こちらは家屋倒壊率を示した地図だよ。90% を超えたエリアを赤で、30% を超えたエリアを紫でくくっているよ。福井平野の大部分を占めているんだな。福井市は 90% の範囲に入っていないけど、それでも 70% というのは相当だな。これまでの日本の震度は、家が倒壊するほどの揺れを震度6と定義していたんだけど、あまりの被害の大きさに、これを震度6と表現するのは不適切との声が上がり、家屋の 30% 以上が倒壊する揺れを、新たに震度7と定義されることになった。震度7が生まれるきっかけになったのが福井地震だったんだな。この地震の震源と推定された丸岡町では、
昭和9年に国宝に指定されていた丸岡城が倒壊するなど、激しい揺れによって家屋の 90% 以上が全半壊し、続いて発生した火災によって市街の 70% を焼失した。城下町である丸岡は道が狭く、倒壊した家屋で道が塞がり、消防ポンプも下敷きになって満足な活動ができなかった。小学校では児童はすでに帰宅していたが、生徒の残っていた中学校では校舎倒壊により5、60人が下敷きになり、教職員が必死の努力で天井板や屋根を破って救出活動を行った。こちらは当時学校の校舎内にいた人の階層になるよ。私は校内の一番奥の部屋で地図を書いておりました。ドードードーという音につれて上下に揺れ出したので地震だと知りました。すぐ廊下に出て走りましたが、中ほどで床は傾き、校舎も傾き、何度となく倒れました。倒れながらも懸命に起き上がって走りましたが、次に来た地震とともに壁は落ち校舎は倒れ、その下になってしまいました。丸岡町の人口5394人のうち、死亡637人、負傷3079人となり、死傷者数は全町民の7割近い数字となった。他にも金津町、春江町、森田町でも倒壊率は 90% を超え、4から5個に1人という高い死者率を出した。家の周りで必ず誰かが死んでいるってことか。恐ろしい割合だな。また、吉崎村浜坂部落では山崩れのため、民家37戸が埋没し、23人が犠牲となった。凄まじい揺れによって生じた地割れの中に陥没して圧死者が出たことも記録されている。大地震の時に地割れが閉じたり開いたりするからな。中に落ちたら圧力でひとたまりもないだろう。倒壊率 70% の福井市でも、損傷家屋含めると9割が被害を被り、さらに中心市街地で火災が発生して2407戸が焼失した。地震発生が午後5時だから、夕食の準備で火が使われていたのかな？当時は占領下でサマータイムが導入されており、現在の時刻では地震発生は午後4時だよ。そのため火災発生源は家庭ではなく、食堂や惣菜屋などが多かった。なるほど、店舗からの出火が広がっていったのか。占領軍が使用していた軍政部の建物のほか、裁判所、各学校、百貨店、劇場なども焼失。木造3階建ての国際劇場は破損後に火災で焼失し死者42名。大衆映画館では13名が死亡した。市の中央に鉄筋コンクリート7階建ての異様を誇っていた大和百貨店の写真は、福井地震を象徴するものとして有名だね。福井市の被害は死者937人、負傷者1万人に達した。福井地震全体の死者は3769人。負傷者22203人。被害地区の人口約30万人のうち、罹災者は21万5000人に達した。南海トラフの東南海地震や南海地震も、死者数は1000人台だったから。それに比べても被害の大きさが際立つ結果だな。また、九頭竜川、日野川、阿諏訪川など、各河川の堤防は全線にわたり、1メートルないし5メートル沈下して、各地に地割れ、陥没、崩壊の惨状を呈し、道路、鉄道の被害も甚大で県外との連絡はほとんど途絶した。福井県の主要産業である繊維工業についても、717工場が被災し、食器の 55% が被災した。福井地震は、前年のカスリーン台風をきっかけに制定された、災害救助法の初めての適用例となった。これに基づいて災害救助隊が直ちに活動を開始。罹災者へは各地に70カ所の避難所が設けられ、1000個以上の仮小屋が設けられた。負傷者に対しては地元医療施設のほか、日赤、他府県からの応援などで、延べ1万人近い医療関係者が来県して1ヶ月間救護活動に従事した。他にも日用品の無料給付があり、永平寺、東西本願寺、キリスト教、天理教などの宗教団体による救助活動も行われた。さらに全国だけでなく海外からも義援金が寄せられ、その額は1億5千万円を超えた。GHQ も復興資材として木材、セメントを放出し、
各地の軍政部が日本政府では不可能な物資確保、予防対策を実施した。一方、共産党員による虚偽の事実を漫画入りにしたポスターの調布、朝鮮人連盟による救助を偽った救援物資の盗難など、治安状況の悪化があり、GHQ 福井軍政部長の意向で公安条例が制定された。これは扇動的な言動や不確実な情報の流布を禁じるもので、救助に入った学生や共産党系の弁護士などが拘束され、これに反対する全国の労働組合が福井神社で集会を開くなど混乱も見られた。被災から約1ヶ月経った7月23日、九頭竜川中流及び阿諏訪川上流域は、最大で総雨量350ミリの集中豪雨に見舞われた。震災によって大きく損傷した堤防は本来の機能を果たせずに決壊。濁流は福井市内に流れ込み、最大で 2.4 メートルの深さまで水に浸かり、浸水家屋7000戸、被災人口2万8000人の被害となった。大地震によって堤防が壊れたところに集中豪雨か。大地震の後に台風が直撃する場合など、異なる災害が組み合わさる複合災害の恐ろしさだよな。ケースとして想定されているのは知っていたけど、実際にそのような災害が起こったことがあるんだな。壊滅状態となった福井市では、実行に着手したばかりだった戦災復興都市計画が、そのまま震災復興都市計画として継承された。熊谷市長は次のように回想している。すなわちこれによって何時中の何時と目された移転の実施が極度に容易になったのである。都市計画こそは大震災の残した唯一の遺産である。我々はそれを大切に育て上げ、一位その成長を図ることによって、打ち続く災禍のため日本一の町と化した我々の共同、やがては日本一の幸福な町に服さねばならない。私は傾いた復興事務所の一室に年来老苦を共にした署員たちと愛用し、固く今後の復興を誓ったのである。災い転じて福となすことを誓った市長の意思を感じるな。実際、地震と火災による被害を経験したことで、都市計画に対する市民の理解が深まり、建物移転はスムーズに進んでいった。耐震構造の仕組みを解説したパンフレットが配布され、県庁に建築相談所が開設されるなどの活動も行われた。福井市以外でも、震源近傍の6町で復興都市計画が行われ、被害を拡大する要因となった、狭い街路を改良する事業が県によって行われた。また、地震によって倒壊した丸岡城は解体された後、地盤を補強した上で古材を組み直し、建築当時の技術を使って再建された。火災に遭わなかったこともあるだろうけど、戦後建てられた多くの復興天守がコンクリート製になったのに対し、できるだけ創建当時の形にしようと復興された丸岡城は、時代を先取りしていたと言えそうだな。このおかげで丸岡城は北陸唯一の現存天守として、重要文化財に指定されているよ。福井県の主要産業であった繊維産業の復興には、国を挙げての支援が行われ、震災から9ヶ月後には被災前を上回る水準にまで急速に復興し、むしろ事業規模が拡大する状況となった。震災から4年経った昭和27年、福井復興博覧会が行われ、府市長のごとき福井の復興ぶりを全国に紹介することとなった。偶然とはいえ、都市計画が事前に練られていたことが、迅速な復興につながったんだな。福井市の復興は全国の戦災都市の中でも極めてスムーズに行われたと評価されているよ。戦災、震災、水害の三重苦を乗り越えた当時の人たちの熱意と努力はすごいものだな。ということで福井地震について解説してきたよ。震災と水害の組み合わさった複合災害。将来発生する災害に備える上でも教訓となる事例だったな。繰り返される災禍に立ち向かい、諦めずに復興を遂げた姿も印象的だったぜ。歴史上、何度も災害に襲われながら、その度に復興してきた歴史を持つのが日本だよね。その経験を知ることは、次の震災からの復興にも大きな力となる気がするよ。福
井地震以降、日本では震度7の大地震の発生はなくなった。戦中戦後の地震災害はここで一段落ということか。再び日本が震度7の揺れに襲われるのは、47年後に発生した阪神大震災からとなる。なお、福井地震については、当時のニュース映画が YouTube 上に公開されているので、概要欄に URL を載せておきます。今回の動画はいかがでしたでしょうか？チャンネル登録、高評価をいただけますと幸いです。今後の動画作りの参考にしますので、コメントなどもいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。